流したの。夢を叶えるために何を犠牲にしてきたの。得るものと引き換えに誰かの優しさ失って、それでいいと聞いても、あなたは夢を選ぶだろう。生きるのはゲームだって思えばいいさ。戦いは簡単じゃつまらないから、その傷跡遠くから見つめさせてよ。